難しい、こんなに図書館っていう話をしてたのに、もう大切な場所っていうか、自分の人生を変えてくれたとかいうような、そういう場所ですかね。大学時代とか、青春時代にもいろいろとそういう通ったりとかしたところでもあるので、本当に人生を変えてくれたような場所です。ああ、もう人生の一部です。もうすっぱりと言えます。あ、どっからガンダムを知れたんですか。すごいびっくりです。それももう自分の人生の一つで、もうそうですね、小さい頃から好きで、見てますから。もう、さっきそのストレス発散の中に入ってなかったんですけど、ガンダムを見ることもストレス発散の一つなんで、はい、それも人生の一部かなと思ってます。それもどこから仕入れたんですか。もうゲームでやってるんで、楽しさの一つであったりとかするんですけど、オンラインゲームやってるんですよ。で、オンラインゲームでいろんな人と顔は通さないんですけど、いろいろコミュニケーション取れる。それが年齢が誰だか分かんないし、男性なのか女性なのかも分からないし、そういった面白さを体験できるのが、ファイナルファンタジーかな。オンラインゲームに限っての話なんですけど。誰から知ってんだ。もう可愛いですね、拝見ですね。可愛いです、本当に。家に帰ったらもうメロメロです。